私もう何年か前私が一高の寄宿寮にいた当時の話ある晩のことであるその自分はいつも同窓生が寝室に額を集めては夜遅くまで老弁と称してろうそくをつけて勉強するその実打弁を老するのが習慣になっていたのだが。 その晩も伝統が消えてしまってから長い間、三、四人がろうそくの投影にうずくまりつつ、おしゃべりを続けていたのであった。その時、どうして話題がそこへ落ち込んだのかは明瞭でないが、何でも我々は、その頃の我々にはごくありがちな恋愛問題について、勝手な熱を吹き散らしていたかのように記憶する。 それから自然の経路として人間の犯罪ということが話題になり殺人とか詐欺とか窃盗などという言葉がめいめいの口に上るようになった「犯罪のうちで一番我々がおかしそうな気がするのは殺人だね」とそう言ったのは某博士の息子の樋口という男だった。 どんなことがあっても、泥棒だけはやりそうもないよ。何しろあれは実に困る。他の人間は友達にモテるが、ぬすっととなると、どうも人種が違うような気がするからな。日口はその生まれつき品のよい顔を曇らせて、不愉快そうに八の字を寄せた。その表情は彼の人相を、 一層品よく見せたのであるそういえばこのごろ寮でしきりに盗難があるっていうのは事実かねと今度は平田という男が言った平田はそう言ってもう一人の中村という男を顧みて「ねえ君」と言った「うん事実らしいよ何でも泥棒は」 外のものじゃなくて、寮生に違いないという話だがね。なぜと私が言った。なぜって、詳しいことは知らないけれども、と中村は声を潜めてはばかるような口調で、あまり盗難が頻品と起こるので、寮以外のものの仕業じゃあるまいというのさ。いや、そればかりじゃないんだ。と。 日口が言った。確かに良性に違いないことを見届けたものがあるんだついこの間真っ昼間だったそうだが北寮七番にいる男がちょっと用事があって寝室へ入ろうとすると中からいきなりドアを開けてその男を不意にぴしゃりと殴りつけてバタバタと廊下へ逃げ出したやつがあるんだそうだ殴られた男は すぐ追っかけたがはしご段を降りると見失ってしまったあとで寝室に入ってみると氷だの本箱だのが散らかしてあったというからそいつが泥棒に違いないんだよでその男は泥棒の顔を見たんだろうかいや出し抜けに張り飛ばされたんで顔は見なかったそうだけれども服装や何かの様子では 確かにに違いないなというんだ何でも廊下を逃げていく時に羽織を頭からすっぽりかぶって駆け出したそうだがその羽織が下がり藤の紋付きだったということだけが分かっている「下がり藤の紋付き」それだけの手がかりじゃしようがないねそう言ったのは平田だった気のせいか知らぬが平田は ちらりと私の顔色をうかがったように見えた。そうしてまた私もその時思わず嫌な顔をしたような気がする。なぜかというのに私の家の門は下がり富士であってしかもその門付きの羽織をその晩は着てはいなかったけれども折々出して着て歩くことがあったからである。良性だとすると容易につかまりっこはないよ。 自分たちの仲間にそんなやつがいると思うのは不愉快だし、誰しも油断しているからな。私はほんの一瞬間の嫌な気持ちを自分でも恥ずかしく感じたので、さっぱりと打ち消すようにしながらそう言ったのであった。だが、二三日うちにきっと捕まるに違いないことがあるんだ。と、樋口は言葉尻に力を入れて、目を光らせて、 しゃがれ声になっていったこれは秘密なんだが一番盗難の頻発するのは風呂場の脱衣場だというので23日前から委員がそっと張り板をしているんだよ何でも天井裏へ忍び込んで小さな穴から様子をうかがっているんだそうだへえそんなことを誰から聞いたい この問いを発したのは中村だった委員の一人から聞いたんだがまああまりしゃべらないでくれたまえしかし君君が知ってるとすると泥棒だってそのくらいのことはもう気がついているかもしれんぜそう言って平田は苦々しい顔をしたここでちょっと断っておくがこの 平田という男と私とは以前はそれほどでもなかったのにある時あることから感情を害して近頃ではお互いに面白くない気持ちで付き合っていたのであるもっともお互いにとは言っても私の方からそうしたのではなく平田の方でひどく私を嫌い出したので鈴木は君らの考えているようなそんな立派な人間じゃない 僕はあることによってあいつの腹の底を見透かしたんだ。と、平田があるとき、私をこっぴどく罵ったということを、私はかつて友人の一人から聞いた。僕はあいつには愛想を尽かした。かわいそうだから付き合ってはやるけれど、決して心から打ち解けてはやらない。と、そうも言ったということであった。が 彼は陰口を聞くばかりで、一度も私の面前でそれを言い出したことはなかった。ただ、恐ろしく私を意味、侮蔑をさえもしているらしいことは、彼の様子のうちにありありと見えていた。相手がそういうふうな態度でいるときに、私の性質としては、進んで説明を求めようとする気にはなれなかった。 俺に悪いところがあるなら、忠告するのが当たり前だ。忠告するだけの親切さえもないものなら、あるいはまた忠告するだけの価値さえもないと思っているなら、俺の方でもあいつを友人とは思うまい。そう考えたとき、私は多少の赤爆を感じはしたものの、別段そのために深く心を悩ましはしなかった。 平田は体格の頑丈ないわゆる高陵賢治の模範とでも言うべき男性的な男。私は痩せっぽちの色の青白い神経質の男。二人の性格には根本的に言わしがたいものがあるのだし、全く違った二つの世界に住んでいる人間なのだから、仕方がないというふうに私は諦めてもいた。 ただし平田は柔道三段の剛のもので、ぐずぐずすればぶん殴るぞというような腕っぷしを誇示する風があったので、こっちがおとなしく出るのは卑怯じゃないかとも考えられたが、そうして事実、内々はその腕っぷしを恐れていたにも違いないが、私は幸いにもそんなくだらないいじっぱりや、 名誉心にかけてはごく淡泊な方であった。相手がいかに自分を軽蔑しようと、自分で自分を信じていればそれでいいのだ。少しも相手を恨むことはない。こう腹を決めていた私は、平田の傲慢な態度に報ゆるに、常に冷静な寛大な態度を持ってした。平田が、 僕を理解してくれないのはやむを得ないが、僕の方では平田の美点を認めているよ、と、場合によっては第三者に言いもしたしまた実際そう思ってもいたのだった。私は自分を卑怯だと感じることなしに心の底から平田を褒めることのできる自分自身を高潔なる人格者だとさえうぬぼれていた。 下がりふじのもんつきそう言って平田がさっき私の方をちらと見た時のその何とも言えない嫌な目つきがその晩はしかし奇妙にも私の神経を刺したのである一体あの目つきは何を意味するのだろうか平田は私の紋つきが下がり藤であることを知りつつあんな目つきをしたのだろうか それともそうとるのは私のひがみにすぎないのだろうか。だがもし平田が少しでも私を疑っているとすれば私はこの際どうしたらいいかしらん。すると僕にも嫌疑がかかるぜ。僕の門も下がり藤だから。そう言って私は虚心坦懐に笑ってしまうべきであろうか。 けれども、そういった場合に、ここにいる3人が私と一緒に快く笑ってくれれば差し支えないが、そのうちの1人、平田1人がニコリともせずに、ますます苦い顔をするとしたらどうだろう。私はその光景を想像するとうっかり口を切るわけにもいかなかった。こんなことに、 頭を費やすのは馬鹿げた話ではあるけれども私はそこでとっさの間にいろいろなことを考えさせられた今私が置かれているような場合において真の犯人と叱らざる者とはおののの心理作用に果たしてどれだけの相違があるだろうこう考えてくると今の私は 真の犯人が味わうと同じ反問、同じ孤独を味わっているようである。ついさっきまで私は確かにこの三人の友人であった。天下の学生たちに羨ましがられる一向の秀才の一人であった。しかし今では少なくとも私自身の気持ちにおいては、すでに三人の仲間ではない。 ほんのつまらないことではあるが、私は彼らに打ち明けることのできない気苦労を持っている。自分と対等であるべきはずの平田に対して、彼の一品一生に対して気兼ねしている。盗っ人となると、どうも人種が違うような気がするからなあ。樋口の言った言葉は、何気なしに言われたのにはそういないが、それが、 今の私の胸にはぐんと力強く響いた。盗っ人とは人種が違う。盗っ人。ああ、なんという嫌な名だろう。思うに盗っ人が普通の人種と違うゆえんは彼の犯罪行為そのものに損するのではなく犯罪行為を何とかして隠そうとしあるいは自分でも。 なるべくそれを忘れていようとする心の努力、決して人には打ち明けられない不断の憂慮、それが彼を知らず知らず暗黒な気持ちに導くのであろう。ところで、今の私は確かにその暗黒の一部分を持っている。私は自分が犯罪の嫌疑を受けているのだということを自分でも信じまいとしている。 そうしてそのためにいかなる親友にも打ち明けられない憂慮を感じている。樋口はもちろん私を信用していればこそ委員から聞いた湯殿の一件を漏らしたのだろう。まああまりしゃべらないでくれたまえ。彼がそう言った時私はなんとなくうれしかった。が同時にそのうれしさが私の心を 一層暗くしたことも事実だなぜそんなことを嬉しがるのだ樋口は初はめから俺を疑っていやしないじゃないか。そう思うと私は樋口の真実に対して後ろめたいような気がした。それからまたこういうことも考えられた。どんな善人でも多少の犯罪性があるものとすればもし俺が 真の犯人だったら、という想像を起こすのは私ばかりでないかもしれない。私が感じているような不快なり喜びなりを、ここにいる三人も少しは感じているかもしれない。そうだとすると、委員から特に秘密を教えてもらった樋口は、心中最も得意であるべきはずである。彼は我々四人のうちで、 誰よりも委員に信頼されている。彼こそは最も盗人に遠い人種である。そうして彼がその信頼を勝ち得た原因は、彼の上品な人相と、富裕な家庭のお坊ちゃんであり、博士の霊則であるという事実に帰着するとすれば、私はそういう境遇にある彼を羨まないわけにいかない。彼の持っている 物質的優越が彼の品性を高めるごとく私の持っている物質的劣弱 S 県の水飲み白昇のせがれであり旧藩主の奨学金資金でやっと在学しつつある貧書生だという意識は私の品性を卑しくする私が彼の前へ出て一種の気憶れを感じるのは私が ぬすっとであろうとなかろうと同じことだ。私と彼とはやはり人種が違っているのだ。彼が虚心短快な態度で私を信ずれば信ずるほど、私はいよいよ彼に遠ざかるのを感じる。親しもうとすればするほど、上辺はいかにも打ち解けたらしく冗談を言い、しゃべり合い、笑い合うほど、ますます彼と。 私との距離が隔たるのに心づく、その気持ちは我ながらいかんともすることができない。「下がり富士の紋きはその晩以来、長い間私の気苦労の種になった。私はそれを着て歩いたものかどうかについて頭を悩ました。仮に平気で着て歩くとする。みんなも、 平気で見てくれればいいが、ああいつがあれを着ているというような目つきをするとする。そうして、あるものは私を疑い、あるものは疑ってはすまないと思い、あるものは疑われて気の毒だと思う。私は平田や樋口に対してばかりでなく、すべての同窓生に対して、不快と気遅れを感じ出す。 そこでまた嫌になって羽織を引っ込める。と、今度は引っ込めたがために、いよいよ妙になる。私の恐れるのは、犯罪の嫌疑そのものではなく、それにつれて、多くの人の胸に湧き上がる、いろいろの汚い感情である。私は、誰よりも先に、自分で自分を疑い出し、そのために、多くの人にも疑いを起こさせ。 今まで分け隔てなくつきあっていた友人間に変なこだわりを生じさせる。私が仮に真の盗っ人だったとしても、それの弊害はそれにつきまとう様々な嫌な気持ちに比べれば何でもない。誰も私を盗っ人だとは思いたくないであろうし、盗っ人であるまでも、確かにそうと決まるまでは夢にも、 そんなことを信ぜずに付き合っていたいであろう。そのくらいでなければ我々の友情は成り立ちはしない。そこで友人のものを盗む罪よりも友情を傷つける罪の方が重いとすれば私は盗っ人であってもなくてもみんなに疑われるような種をまいては済まないわけである。盗っ人をするよりも けいにすまないわけである私がもし懸命にして巧妙なぬすっとであるなら、いや、そう言ってはいけない。もし少しでも思いやりのあり、良心のあるぬすっとであるなら、できるだけ友情を傷つけないようにし、心の底から彼らに打ち解け、神様に見られても恥ずかしくない誠意と温情と思って、 彼らに接しつつ、こっそりと盗みを働くべきである。盗っとたけだ々しいとは、けだしこれを言うのだろうが、盗っとの気持ちになってみれば、それが一番正直な、偽りのない態度であろう。盗みをするのも本当ですが、友情も本当です、と彼は言うだろう。両方とも本当のところが、 盗人の特色、人種の違うゆえんです、とも言うだろう。とにかく、そんな風に考え始めると、私の頭は一歩一歩と盗人の方へ傾いていって、ますます友人との隔たりを意識せずにはいられなかった。私はいつの間にか立派な泥棒になっている気がした。ある日 私は思い切って下がり藤の紋付きを着、グラウンドを歩きながら、中村とこんな話をした。そういえば君、泥棒はまだ捕まらないそうだね。ああ、と言って、中村は急に下を向いた。どうしたんだろう、風呂場で待っていてもだめなのかしらん。風呂場の方は荒れっきりだけれど。 今でも盛んに方々で盗まれるそうだよ。風呂場の計略を漏らしたというんで、この間、樋口が委員に呼びつけられて怒られたそうだがね。私はさっと顔色を変えた。何樋口がああ、樋口がね。樋口がね。鈴木くん、堪忍してくれたまえ。中村は、 苦しそうなため息と一緒にバラバラと涙を落とした。僕は今まで君に隠していたけれど、今になって黙っているのはかえってすまないような気がする。君は定めし不愉快に思うだろうが、実は委員たちが君を疑っているんだよ。しかし君、こんなことは口にするのも嫌だけれども、僕は決して。 疑っちゃいない。今の今でも君を信じている信じていればこそ黙っているのがつらくって苦しくってしようがなかったんだどうか悪く思わないでくれたまえありがとうよく言ってくれた僕は君に感謝するそう言って私もつい涙ぐんだが同時にまた とうとう来たな、というような気もしないではなかった。恐ろしい事実ではあるが、私はないない、今日の日が来ることを予覚していたのである。もうこの話は、よそうじゃないか。僕も打ち明けてしまえば気が済むのだから。と、中村は慰めるように言った。だけどこの話は、口にするのも嫌だからといって、 捨てておくわけにはいいかないと思う君の行為は分かっているが、僕は明らかに恥をかかされたばかりでなく、友人たる君にまでも恥をかかした。僕はもう疑われたという事実だけでも、君らの友人たる資格をなくしてしまったんだ。どっちにしても、僕の不名誉は拭われっこはないんだ。ねえ君、そうじゃないか。そうなっても君は、 僕を捨てないでくれるだろうか。僕は誓って君を捨てない僕は君に恥をかかされたなんて思ってもいないんだ中村は例になく月光した私の様子を見ておどおどしながら樋口だってそうだよ樋口は委員の前で極力君のために弁護したと言っている僕は親友の人格を疑うくらいなら 自分自身を疑いますとまで言ったそうだそれでもまだ委員たちは僕を疑っているんだね何も遠慮することはない君の知っていることは残らず話してくれたまえなその方がいっそ気持ちがいいんだから私がそう言うと中村はさも言いにくそうにして語った何でも方々から 委員のところへ投書が来たり告げ口をしに来たりするやつがあるんだそうだよそれにあの晩樋口が余計なおしゃべりをしてから風呂場に盗難がなくなったというのが県議のもとにもなってるんだそうだしかし風呂場の話を聞いたのは僕ばかりじゃないこの言葉はそれを口に出しはしなかったけれどもすぐと私の胸に浮かんだ そうして私を一層寂しく情けなくさせた。だが、樋口がおしゃべりをしたことを、どうして委員たちは知っただろう。あの晩、あそこにいたのは僕ら四人だけだ。四人以外に知っているものはないわけだとすると、そうして樋口と君とは僕を信じてくれるんだとすると。まあ、それ以上は。 君の推測に任せるより仕方がない。そう言って中村は愛想するような目つきをした。僕はその人を知っている。その人は君を誤解しているんだ。しかし僕の口からその人のことは言いたくない。平田だな。そう思うと私はぞっとした。平田の目が。 必要に私を睨んでいる心地がした。君はその人と何か僕のことについて話し合ったかねそりゃ話し合ったけれども、しかし君察してくれた前、僕は君の友人であると同時にその人の友人でもあるんだから、そのために非常につらいんだよ。実を言うと僕と樋口とは。 昨夜、その人と意見の衝突をやったんだ。そうしてその人は、今日のうちに寮を出ると言っているんだ。僕は、一人の友達のために、もう一人の友達を亡くすのかと思うと、そういう悲しい羽目になったのが残念でならない。ああ、君と樋口とは、そんなに僕を思っていてくれたのか。すまない、すまない。 私は中村の手を取って力強く握りしめた。私の目からは涙が止めどなく流れた。中村ももちろん泣いた。生まれて初めて私は本当に人情の温かみを味わった気がした。この間からやるせない孤独に苛まれていた私が求めてやまなかったものは実にこれだったのである。 たとえ私がどんな盗っ人であろうとも、よもやこの人のものを盗むことはできまい。君、僕は正直なことを言うが、としばらくたってから私が言った。僕は君らにそんな心配をかけさせるほどの人間じゃないんだよ。僕は君らが僕のような人間のために、 立派な友達を亡くすのを黙って見ているわけにはいかない。あの男は僕を疑っているかもしれないが、僕は未だにあの男を尊敬している。僕よりもあの男の方がよっぽど偉いんだ。僕は誰よりもあの男の価値を認めているんだ。だからあの男が寮を出るくらいなら、僕が出ることにしようじゃないか。ねえ。 だからそうさせてくれたまえそうして君らはあの男と仲よく暮らしてくれたまえ僕は一人になってもまだその方が気持ちがいいんだからそんなことはない君が出るという法はないよと人のいい中村はひどく感激した口調で言った僕だってあの男の人格は認めている だが今の場合君は不当に虐げられている人なんだ僕はあの男の肩を持って不正に組みすることはできない君を追い出すくらいなら僕らが出るあの男は君も知ってる通り非常に自負心が強くってなかなか後へ引かないんだから出ると言ったらきっと出るだろうだから勝手にさせておいたらいいじゃないか そうしてあの男が自分で気がついて謝りに来るまで待てばいいんだ。それもおそらく長いことじゃないんだから。でもあの男は強情だからね。自分の方から謝りに来ることはないだろうよ。いつまでも僕を疑い通しているだろうよ。私のこういった意味を私が平田を恨んでいて、 その一端を漏らしたのだというふうに中村は取ったらしかった。なあに、まさかそんなことはないさ。こうと言い出したらあくまで自分の説を主張するのがあの男の長所でもあり欠点でもあるんだけれど、悪かったと思えばきれいさっぱりと謝りに来るさ。そこがあの男の愛すべき点なんだ。そうなってくれれば結構だけれど。 と私は深く考え込みながら言った。あの男は君のところへは戻ってきても僕とは永久に和解する時がないような気がする。ああ、あの男は本当に愛すべき人間だ。僕もあの男に愛せられたい。中村は私の肩に手をかけてこの一人の哀れな友をかばうようにしながら。 草の上に足を投げていた。夕暮れのことでグラウンドの四方には淡いもやがかかって、それが海のように広々と見えた。向こうの道をたまに二三人の学生が打ちつれて、ちらりと私の方を見ては通っていった。もうあの人たちも知っているのだ。みんなが俺をつまはじきしているのだ。 そう思うと言いようのない寂しさがひしひしと私の胸を襲ったその晩寮を出るはずであった平田は何か別に考えたことでもあるのか出るような様子もなかったそうして私とはもちろん樋口や中村とも一言も口を聞かないで黙りこくっていた事態がこうなってきては 私が寮を出るのが当然だとは思ったけれども、二人の友人の行為に背くのも心苦しいし、それに私としては、今の場合に出ていくことは、やましいところがあるようにも取られるし、ますます疑われるばかりなので、そうするわけにもいかなかった。出るにしても、もう少し機会を待たなければならない。と私はそう思っていた。 そんなに気にしない方がいいよ。そのうちに犯人が捕まりさえすりゃ、自然と解決がつくんだもの。二人の友人は、始終私にそう言ってくれていた。が、それから一週間ほど過ぎても、犯人は捕まらないのみか、依然として盗難が頻発するのだった。ついには、私の部屋でも、樋口と中村とが、 財布の金と23冊の洋書を盗まれたとうとう2人ともやられたかなあとの2人は大丈夫盗まれっ子あるまいと思うがその時平田が妙な顔つきでニヤニヤしながらこんな嫌味を言ったのを私は覚えている日口と中村とは夜になると図書館へ勉強に行くのが例であったから 平田と私とは自然二人きりで顔をつきあわすことがしばしばあった。私はそれがつらかったので、自分も図書館へ行くか、散歩に出かけるかして、夜はなるべく部屋にいないようにしていた。すると、ある晩のことだったが、九時半ごろに散歩から戻ってきて、自習室の戸を開けると、いつもそこに、 一人で頑張っているはずの平田も見えないし、ほかの二人もまだ帰ってこないらしかった。寝室かしらと思って2階へ行ってみたが、やはり誰もいない。私は再び自習室へ引き返して、平田の机の傍らに行った。そうして静かにその引き出しを開けて、2、3日前に、 彼の国元から届いた書留郵便の封筒を探し出した封筒の中には10円の小為せが3枚入っていたのである私は悠々とそのうちの1枚を抜き取って懐に納め引き出しを元の通りに直しそれから極めて平然と廊下に出ていった廊下から庭へ降りて テニスコートを横切っていつも盗んだものを埋めておく草のぼうぼうと生えた薄暗い窪地の方へ行こうとすると「盗っと!」と叫んでいきなり後ろから飛びついて嫌というほど私の横っ面を張り倒したものがあったそれが平田だった「さあ出せ貴様が今懐に入れたものを出してみせろ」 おいおい、そんな大きな声を出すなよ。と私は落ち着いて笑いながら言った。俺は君の為替を盗んだに違いないよ。返せと言うなら返してやるし、来いと言うならどこへでも行くさ。それで話が分かっているからいいじゃないか。平田はちょっとひるんだようだったが、すぐ思い返して猛然として。 続けざまに私は痛いと同時によい心持ちでもあったこの間じゅうの重荷をほっと一度に取り落としたような気がした「そう殴ったってしようがないさ僕はみすみす君のわなにかかってやったんだあんまり君が威張るもんだから何くそあいつのものだって盗めないことがあるもんか」 と思ったののがしくじりの元なんだだがまあわかったからこれでいいやあとはお互いに笑いながら話をしようよそう言って私は仲よく平田の手を取ろうとしたけれど彼はシャニムに胸ぐらをつかんで私を部屋へ引きずっていった私の目に平田という人間がくだらなく見えたのはこの時だけだった おい君たち僕は盗っ人を捕まえてきたぜ僕は不明の罪を謝する必要はないんだ平田は呉然と部屋へ入ってそこに戻ってきていた2人の友人の前に私を激しく突き出していった部屋の戸口には騒ぎを聞きつけた寮生たちが刻々に寄ってきて固まっていた平田君の言う通りだよ っ私は床から起き上がって2人に言った。ごく普通にいつものとおりなれなれしく言ったつもりではあったがやはり顔が真っ青になっているらしかった。君たちは僕を憎いと思うかねそれとも僕に対して恥ずかしいと思うかねと私は2人に向かって 言葉を続けた君たちは善良な人たちだが、しかし不明の罪はどうしても君たちにあるんだよ。僕はこの間から幾度も幾度も正直なことを言ったじゃないか。僕は君らの考えているような値打ちのある人間じゃない。平田君こそ確かな人物だ。あの人が。 不明の罪をしするようなことは決してないって、あれほど言ったのが分からなかったかね。君らが平田君と和解するときはあっても、僕が和解するときは永久にないとも言ったんだ。僕は平田君の偉いことは誰よりも僕が知っているとまで言ったんだ。ねえ君、そうだろう僕は決して一言半句も、 嘘をつきはつかないが、なぜはっきりと本当のことを言わなかったんだと君たちは言うかもしれない。やっぱり君らをだましていたんだと思うかもしれない。しかし君、そこはぬすっとたる僕の身になって考えてもくれたまえ。僕は悲しいことではあるが、どうしてもぬすっとだけはやめられないんだ。 けれども、君らをだますのは嫌だったから、本当のことをできるだけまわりくどく言ったんだ。僕がぬすっとをやめない以上、あれより正直にはなれないんだから、それを悟ってくれなかったのは君らが悪いんだよ。こんなことを言うといかにもひねくれた嫌味を言っているようだけれども、そんなつもりは少しもないんだから。どうぞ。 まに聞いてくれたまえ。それほど正直を発するならなぜ盗っ人をやめないのかと君らは言うだろうだがその質問は僕が答える責任はないんだよ僕が盗っ人として生まれてきたのは事実なんだよだから僕はその事実が許す範囲でできるだけの誠意を持って君らとつきあおうと努めたんだ それより他に僕の取るべき方法はないんだから仕方がないさ。それでも僕は君らにすまないと思ったからこそ、平田君を追い出すくらいなら僕を追い出してくれたまえって言ったじゃないか。あれはごまかしでも何でもない、本当に君らのためを思ったからなんだ。君らのものを盗んだことも本当だけれど、 君らに友情を持っていることも本当なんだよ。盗っ人にもそのくらいな心遣いはあるということを僕は君らの友情に訴えて聞いてもらいたいんだがね。中村と樋口とは黙ってあきれかえったように目をパチクリやらせているばかりだった。ああ、君らは僕を、 ズーズーしいやっぱり君らには僕の気持ちがわからないんだねそれも人種の違いだからしようがないかなそう言って私は悲痛な感情を笑いに紛らしながらなお一言付け加えた僕はしかしいまだに君らに友情を持っているから忠告するんだが これからもないことじゃないし、よく気をつけたまえ、ぬすっとを友達にしたのは、なんといっても君たちの不明なんだ。そんなことでは、社会へ出てからが案じられるよ。学校の成績は君たちの方が上かもしれないが、人間は平田君の方ができているんだ。平田君はごまかされない。この人は確かに偉い。 平田は私に指さされると変な顔をして横を向いたその時ばかりはこの傲福な男も妙に決まりが悪そうであったそれからもう何年かたった私はその後何べんとなく暗いところへ入れられもしたし今では本職の盗っ人仲間へ落ちてしまったが あの自分のことはれれられない。ことに忘れられないのは平田である。私はいまだに悪事を働くたびにあの男の顔を思い出す。どうだ、俺のにらんだことに間違いはなかろう。そう言ってあの男が今でも威張っているような気がする。とにかくあの男はしっかりした見どころのあるやつだった。 しかし世の中というものは不思議なもので社会へ出てからが案じられるといった私の予言はきれいに外れてお坊ちゃんの樋口は親父の意向もあろうけれどとんとん拍子に出世をして養講もするし学位も授かるし今日では鉄道員〇〇課長とか局長とかの椅子に収まっているのに平田の方はどうなったのか 用して聞こえない。これだから我々がどうせ世間はいい加減なものだと思うのも最もなわけだ読者諸君よ以上は私の嘘偽りのない記録である私はここに一つとして不正直なことを書いてはいないそうして樋口や中村に対すると同じく諸君に対しても 私のような盗っ人の心中にも、これだけデリケートな気持ちがある、ということをくんでもらいたいと思うのである。だが、諸君もやっぱり私を信じてくれないかもしれない。けれどももし、甚ははだ失礼な言い草ではあるが、諸君のうちに一人でも私と同じ人種がいたら、その人だけはきっと信じてくれるであろう。